国会丼国会丼は日本の国立国会図書館東京本館6階の食堂で看板メニューとして提供されていた丼の。食品流通事業会社の株式会社日国トラストが2008年4月1日から同食堂の運営を受託するにあたり食堂初の看板メニューとして考案され同月より食堂での提供が開始された。内容は 牛丼とカレーライスを半分ずつ丼に盛り、その中央に温泉卵を乗せたもの。甘辛い味付けのオーソドックスな牛丼が強さはあるが、至って普通な自民党甘くて酸味のあるスパイシーカレーはもっと辛味が欲しい民主党、そして卵が国民を表しており、牛丼とカレーの取り合わせがねじる国会、卵はその調和を意味している。 一見するとバラバラな取り合わせであり、牛丼とカレーだけを混ぜて食べると互いに主張し合うが、卵を加えることで味がまろやかになるとされており、お互い主張するばかりではなく、国民の意見を反映させて自民党と民主党の良い部分だけを取り上げてほしいとのメッセージが込められている。牛丼とカレーライスを使用した理由は、公共施設内の食堂は、 幅広い層に受け入れられるメニューが求められるため、誰の口にも合うものを用いたとされる。また、国会丼というネーミングについては、公共施設の食堂は他の飲食店のように宣伝活動を行えないため、多くの人に利用されるよう口コミで広がるようなインパクトある名称として考案されている。国民支持率アップの意味を込め、定価は500円で味噌汁がつき、国民の意見を反映して、 大盛りでも500円というキャッチフレーズの大盛り無料サービスも行われた。発売開始翌月の2008年5月末頃から図書館利用者のブログなどインターネット上で話題になり、同年夏には約30種類あるメニューの中で一番人気のメニューとなった。国会丼だけで食堂の売り上げの2割を占めることもあり。 同図書館の利用者の中にはこの国会丼を食べることが目的の人もいたという。しかし2013年4月に食堂の受託業者が変更となったため国会丼はメニューから姿を消した。2009年には政権交代に伴う新メニューとして親子丼にとんかつを乗せた新国会丼が登場した。定価は600円。親子丼は世襲政治、とんかつは かつを意味しており、さらに平和の意味を込めて、グリーンピースが添えられ、クリーンな政治のイメージして真っ白な丼が用いられた。こちらも2013年4月の業者変更により、メニューから姿を消した。図書館カレー上述の通り、国会丼、新国会丼はメニューから姿を消したが、その後、新しい業者により、図書館カレーが提供されるようになった。さらに、 ご飯の山を挟んで、カレーと牛丼の具を盛り付けたものであり、温泉卵は用いられていないものの国会丼の容器を丼からさらに変更して提供したものといえる。また同メニューには、牛丼の付け合わせとして、紅生姜、が、カレーの付け合わせとして福神付けが添えられている。国立国会図書館の情報によると、東京本館六階食堂の営業日、営業時間などの情報は、 以下の通り、ありがとうございます。